まあ、リビングスペースになってって、で後ろがベッドルーム、ツールームに仕切られてる。みるみるランド。はい、ドリーム AT さんです。ウォークです。2人旅です。こちらね、ウォークタイプ A です。キッチンになって後ろがリビングと展開するとベッドというスペースですね。今何乗らない？これじゃない。あ、まあ、キャラバンなんですけど、会員的には高橋さん。ウォークもね、いろんなタイプから選べるのは結構嬉しいですよね。こちらスマイルファクトリーさん。中心何人できるんでしょうか。ちょっと広いヘアドリーム。トラベラー3。ケイとは思えないなんか 広さですね。うん。広いよね。ポップアップしてないのに4人乗りで4人就寝できるってすごいですね。うん、あとこんな扱い方ができますよ。この 2段目のところをテーブルにして使うことができる。これをテーブルにして使うことができる。なるほどね。すごい、いろいろ工夫できますね。ね。そしてこちらジムニーの車中泊しよう。オレンジのベッドがいいね。クロスロード。これが中に入ってるのかな。あ、なるほど、そういうことですね。そうだよね。そっか。そうですね。今ここに入っていたのを出した状態ってことですよね。うんうん、おお。これが中に入ってる。これ確か冷蔵庫でしたっけ、なんか。うん、そうですよね。ほら、そう、すごい冷蔵庫ですよ。ちゃんと使える冷蔵庫。外に出しても使えるっていう、ね、いいですね。しかも電気系統もかなり充実してますね。こうやって外でテーブルとして使えるとね、面白い。ジムに面白いですね。こちらキャンパーアシストさんです。はい、ペコラというね、お車だそうです。うん、ペコラ、ペコラ、かわいい名前ね。437万円。ライフは確か書いてなかったね。ライフエースがここになって、人生旅行さんやってる方とかね、乗ってるのを見かけるんですけど、こんな感じの内装ですね。綺麗ですね。木の感じがすごくいいですね。うん、でね、この木も模様がここに入ってて、はいはい、ここに、ね、なんだろう、柄になってますね。それがすごいおしゃれですね。そうなんですか。あ、はい、いいことだ。はい、来ました。冷蔵庫ですね。まさにそうで、はい、テーブルとか、すごい、スライド式がいいですね。ではなくて、そしてこちらリチーです。リチー1000万円。リッチなリッチ、ハイエース、豪華ですね。やっぱりね、やっぱり違いますね。エアコンもなんか柄が、あ、本当ですね。ダイキンのエアコン、ね、リッチ仕様になってるのでしょうか。すごい柄が入ってます。ここ今開けた。はい、ここ今、ね、収納確認しました。
結構ね深くて、でもねこのカーブになってるからいろいろ乗せられそうな感じの収納が入ってます。でこちらを振り返ってもらうと冷蔵庫がありまして、うん、後ろからも見てみましょう。後ろからも見てみたいですね。おお、広いね。広いですね。これ出っ張ってる、あ、出っ張ってますね、ここ。出っ張ってる。出っ張ってますね。はい、出っ張ってます。ドーンと出っ張ってます。言い過ぎです。はい。横にも広いし、縦にも上にも広いし。そうです。いや、これはいい。で、あの、それぞれについてる照明とかもおしゃれですし、うん、ナゲッジスケースもすごい広く取られてます。はい、いいですね。やっぱり大きいのはね、いいね。いいですね。リッチはすごい。はい。ホイールもかっこよかったです。ジャクトじゃないか、ジョクト、ジョクト、ジョクト、軽超軽量アルミボディ、ジョクト。ちょっとこうパンダな感じのイメージ、白と黒でね、白と黒がイメージとしてすごい可愛らしい。あー、いいですね、この。で中も白黒、白黒が、うん、白黒で統一感あります。外の中も白黒です。後ろの方がキッチンになってるんですかね。うん、いいな、バンクベッドですよね。おお。みるみるランド。メティオさんの方やってみましょう。はい、やってきました。軽キャンですね。軽キャン電気はしっかり使えるようになってますね。これが嬉しいですよね。軽キャンでもちゃんと、電気製品が使える。ラクネルレスト車中泊専用モデル、しかも200万円台じゃないですかね。すごい、やっぱり嬉しいな、100万円台は。おお、なんか面白い作り、面白い作りですね。ユニークな作りですね。机もこういう作り付けっていうのがなんか珍しい気がします。へ、うん、フルフラットで寝れるのがいいですね。へ、面白い。なんかスライドするの。はい、東西アテオさんの方にやってきました。はい、やってきました。トレーラーですね。ホビー495ドイツから輸入する。エクセレント。これは免許が、これすごいよ。豪華、豪華ですね。すごい豪華な室内です。あ、ベッド分かれてますよ。分かれてますね。そして広いです。すごい広いですね。かなり広いお家を運んでますという感じの素敵なトレーラーですね。これ牽引免許がやっぱりいりそうな大きさですよね、377万円です。はい、はい、OMC さんの方にやってみましょう。 OMC さんのところです。もうね、たくさんハイエースが置いてあります。こちら銀河、銀河ですね。家庭用エアコン搭載。そうなんですよ、家庭用エアコン搭載されててすごいんですよ。でこれも2段ベッド仕様のタイプになってます、リビングが、キッチンここにまとまってて、あ、そう、使いやすいですね。すっきりしますね。でこっち後ろがリビングとベッド、ベッドで向かい合わせのリビングっていうのね、またすごくいい感じで、これが寝台列車をイメージして作られた。650万円ですね。約650万円、
そしてこちらも銀河、こっちは平成31年ニューモデル、ニューモデルの銀河ですね。ニューモデルの銀河こっち555万円入ったところはやっぱりキッチンのスペースになっていて、そしてダブルベッド、ダブルベッド、2段ベッドになっています。天井高いね。高い。そして向き合えるリビングスペースがありますね。後ろからも見てみましょう。はい、後ろから見てみると、ニュー銀河の方はこっちからこっちだけがトイレのスペースに限られてます。でもこっちはね、ベッドのスペースになってます、うん、そういう違いがありますね。あー、ツアーズワイド SGL。 これすごい座りやすそうな椅子じゃないですか。本当だ、3人でゆったり、うん、なんかこれ長距離乗っても疲れなさそう。そうだね、すごい分厚いね、マットが。で、これちょっとハイルーフになってるので、うん、この座ってる人たちもかなりね、圧迫感なく過ごせる空間作りになってます、うん、これは516万円ですね。うん、わ、いっぱい詰めるね、これね、はい、ゆったり寝れる感じです。こちら北斗です。はい、ツールーム、トイレルーム付き。こちら北斗ですね、うん、でこちら2段目というか、もう入ったらすぐのところにあります。これはキッチンスペースになるんですかね。そうですね、はい、後ろから見るとこんな感じでツールームに分かれてますね、うん、あ、でそこに冷蔵庫とか、あと電子レンジが備え付けられてます。あ、そしてこれは収納スペースが、あ、そうですね、収納スペースが、はい、あ、反対側はこんな感じで、メルメルランド、カーショップ37さんの方にやってきました。ロデオミニトレーラー、これ可愛らしいトレーラーね。可愛いやつですか。結構丸くて、ね、注目度も高いトレーラーになってます。カシータテキサス。こちらは、ルーフテント、レアートップとか。これですね、ガシーってやってしっかりできるルーフテントです。座席は何ですか？キャンパー鹿児島さんです。すごい注目度高いですね。心地よい眠りをあなたへ。はい、リビングスペースになってて、で後ろがベッドルーム、ツールームに仕切られてる。すごい快適な眠りを実現した一台です。はい、そこで販売、はい、こちらはレムクラス S バージョン2、軽キャンパーのレム、軽キャンパーでもレムで寝れるんですか。すごい、あ、違う、なんか触った感じがもう、マットすごい熱いよね。マットが違う、すごいですね、うん、熱いですし触り心地も違います。テーブルが長いですね、レムのテーブルは。外に出てこうやって使える。便利ですね。
カーテンとかもちゃんとついてますね。そうですね、収納もちゃんとしてますし、スケコーダーつけた、スケコーダーの取り方がすごい綺麗ですね、うん、カーボンがすごい。これに限りですが248万円ということですね。おお、で内装もねしっかりここまでちゃんとグリーンに塗られてますし、すごい寝やすそうな1台です。そしてこちらオートワンさんです。オートワンさん、宮殿くんですかね。宮殿くん、これなんか横にテントついてる、テントついてます ね。ここのテント気になりますね。全室がめっちゃ広いですね。すごい、これエアで多分やってるやつですね。エアテントって。本当だ、エアだ。エアですね。触った感じが、おー広い。これいいね、やっぱり。すごいですね。横につけるタイプのテント、うんうん、これなら雨とかでも全然気にせずに過ごせるから、うん、かなり広いよ。広いですね。この結構4畳分くらい、4畳はないかな、でも結構広いですよね、うん、おで中は中でフラットになってて、ね、フルフラットで寝れる宮殿くんで最大198センチまで、これもいいよね。これいいですよね、ピクニックセットいいですよね、うん、家電が使えるっていうのがいいですね。4人乗りで4人就寝ということでポップアップしてます。上がポップアップになってて、で後ろから見るとこんな感じですね。シンクもある、うん、落ち着いた装備、充実してます装備が。そしてこっちにはサイドオーニングまでついてます。あ、すごい、サイドオーニングまでついてる。うわー、もうご制約されてますね。うん、本当だ、早い。もうすでに今日吉田様はご制約済みです。はい、こちら宮殿くんです。いいんですか。乗車定員が4名で就寝定員が2名、全長が 3.3m、 幅が 1.4m、 高さが 1.9m です。列車両がエブリージョイターボ 4WD です。ガソリンで動きます。お値段が236万円です。はい、そしてミスティックさんの方にやってきました。はい、エビストラールですね、はい。530万円、閉めるだけの名前、閉めるだけの名前、大概車の、あ、これ閉めといたんだ。トヨタのライトエースが母体になります。あ、出た、テーブルです。ミニポップピン、こう外のね、こういうのはいいよね。いいですよ、テーブル使えるの。テーブル座らないか。これってあれじゃないですか、ホルダーじゃないですか。うん、おお、なんかこういうのも嬉しい。え、この窓の開け方がおしゃれじゃないですか。ね、いいね、これ、ね、1個で開けてもいいはずなのに、ダブル、わざわざダブルにするところがすごいおしゃれ。332万円の日もこちらはレジストロです。400万円。列車両がトヨタのピクシスです。
山川はこういう感じで山小屋風にデザインされてるのかなと思います。で上こっちのポップアップ、ポップアップじゃない、バンクベッドも、バンクベッドがついてるのね。本当に山小屋風の内装ですね。ピットみたいな、はい、このようにもう見てますね。 ありがとうございます。ありがとうございます。よかった、編集作ったので。あ、作ったんですね。拝見してます。はい、よろしくお願いします。またあげますので、よろしくお願いします。ここがリーダーベッドになってるタイプですね。リーダーベッドです。